6時、おはようございます。社畜デザイナーの小鉄です。この日も複数の案件が動いていて、ビデオ会議やデザイン提出が大量にあります。嵐の予感がするので、動画を撮影して記録を残しておこうと思います。 朝の飲み物が用意できました。コーヒーとプロテインを飲みながらメールを確認します。本日のスケジュールはこちらです。日中にビデオ会議が4件入っています。会議だけで合計6時間あるので、通常の会社であればほぼ勤務時間が終わってしまいます。 しかし、広告業界には定時という概念は存在しないので、デザイン業務は定時後に残業して行うことになります。6時30分仕事を開始します。午後持ち寄りのデザインを進めます。毎日のように早朝に作業していますが、 早朝手当はつきません。9時。ビデオ会議が始まりました。広告代理店の担当者から新規案件の説明を受けています。今回は制作費もスケジュールもなく、なかなかしょっぱい案件です。広告業界の仕事は全てが潤沢なわけではありません。 そして、こういうとき、代理店担当者は、こう言います。今回は、これだけしか予算がないけど、次、大きな案件が来たら、絶対に今回の分を支払うから。このような詐欺のような手口で、気づけば大変な案件ばかり受けることになり、搾取され続けています。 10時29分ビデオ会議を終えましたすぐさま案件 B の打ち合わせが始まりますこの仕事はアワードを意識した案件です広告業界の中には広告賞というものが存在します受賞することはクリエイターにとって とても名誉なことであり、賞を取ることでさらなる仕事へとつながります。やりがいも大きいため、クオリティを求めるがあまり長時間労働となります。11時30分会議を終えました。1時間でサクッと終えました。 次に案件 C のデザイン作業を行います。常に大量の案件が並行して動いています。ただ、このくらい忙しい方が労働の辛さを忘れることができるので精神衛生上良かったりもします。12時50分デザインができたのでメールを送ります。 次に案件 E のデザインをします。簡単なバナー制作です。こういう細かいこともしています。デザイナーという名の何でも屋さんです。一瞬で終わらせてメールを送ります。相手にすぐボールを渡すことで心の負担を軽くします。 後で送ろうと思って温めておくと、最速の連絡が来まくって精神がえぐられるので、早く対応するように心がけています。お腹が空いてきたので、お昼ご飯を作ります。今日も時間がないので、ゆで卵です。ゆで時間は7分で、半熟を狙います。 茹で上がりました水をかけて冷やしますいただきます14時からビデオ会議があるので急いで食事を済ませます塩をかけるだけのシンプルな味付けです半熟で美味しいです食べ終えました ごちそうさまですこのままだと心が破れそうなのでビデオ会議前に温かいお茶を入れておきます最近はこのハーブティーで心を保っていますいただきます張り詰めていた気持ちが少し緩まりました 14時3件目のビデオ会議が始まりました在宅勤務になったことで打ち合わせの回数と時間が爆増しました生きている時間をすべて労働に捧げているような感覚です労働のために生きています15時30分 会議を終えました。まぶたがピクピクしています。おそらくストレスが原因です。目薬を刺して眼性疲労をリセットします。FX ネオの刺激が眼球を貫き小脳にまで達しています。 目もすっきりさせたところで、案件 A のデザインも進めます。働けども働けども、生活は楽になりません。17時、案件 C のビデオ会議が始まりました。本日最後のビデオ会議です。広告業界の仕事は会議ばかりですが、 いろんなプロたちと関われるのは面白くもあります。そんなプロたちと協力することで、どれだけ壮大で馬鹿げたアイデアでも実現することができます。広告の仕事を通してできないことなんてないという価値観になってきたのかもしれません。社内のクリエイターも 広告の可能性を信じている人も多く、みんな社畜なのにパッションを感じます。搾取されながらパッション理論で乗り切っています。19時30分。長い会議を終えました。いくつも議題があったので、長時間拘束されました。 案件 B の作業を進めます。まだまだ仕事が残っています。ここからが本番です。20時50分代理店からバナーの修正依頼が来ました。夜でも余裕でメールが来ます。仕事に対してのモチベーションは 人によって違いますが、クライアントの商品が売れることを心から願って取り組む人もいます。他にも s g g s 関連の仕事では、本当に社会を良くしたいと思って取り組む成人君主のような人もいます。ですが、こんな劣悪な環境で社畜をしていると、社会を良くしたいとか、 商品を売れるようにしたいとかなんてあまり思えなくなりました。22時。もやもや考えながら働いているうちに案件 B のデザインもできました。お腹が空いてきたので晩ご飯の準備をします。 作り置きしておいたミネストローネをレンジで温めます。一週間連続でミネストローネを食べていて味にも飽きてきました。今日は海苔の佃煮や酒フレークを入れて味変してみます。いただきます。ミネストローネに 和風の味が加わってさらに優しい味になりましたごちそうさまです美味しかったです十二時三十分また代理店から戻しが来ました夜の疲れている時に修正依頼のメールを見るとメンタルに来ます 粛々と修正を進めますだんだんと頭痛がしてきて呼吸も浅くなってきました夜になると余計な考え事もしてしまいどんどん気持ちが暗くなります十五時四十分修正ができたのでメールを送ります すぐに返事が来ました。微調整の依頼です。しかも、明日午前に入校したいので、今日中に対応してほしいようです。最終の微調整をしていきます。もう集中力が全くありません。広告代理店の担当者も、 遅くまで仕事をしていて、この業界はどこまで行ってもやりがい搾取されているんだろうなと思います。ただ、代理店の人たちは、楽しみながら前向きに働いている人も多い気がしました。毎日遅くまで残業しているのに、好きなことを仕事にできている分、ポジティブだったりします。 僕もそのメンタルを見習いたいです26時50分最終調整ができたのでメールを送りますさすがにこの時間なので今日は返事は来ないと思いますそろそろ限界なのでシャワーを浴びて寝る準備をします 今日も一生懸命生き延びました一日一日がハードモードすぎて生きた心地がしませんこの辛い日々もいつか笑い話になればいいなと思いますベッドに入ろうかと思いましたがマックを見ると心がざわつき始めました MacBook Pro が何か訴えかけています。念のため、寝る前にメール確認をしておきます。残念ながら返事が来ていました。OK なので、朝一で入校してください、とのことです。鬼かよ、と。 変身をしたいですが心を無にして仕事に徹しますすでに時刻は夜中3時を過ぎています明日の朝一入校だと全然眠れないのでこのまま起きて入校作業しておこうと思います気合を入れ直すためにホットミルクを入れました さらにお菓子もいただきます万歳山椒というお牡きですなかなか攻めたパッケージをしています味は山椒が効いていてとても美味しいですおやつを食べながら入口データを作成します 30分もあればできると思います。27時55分。入稿データができたのでギガファイル便にアップロードします。社会人になってからギガファイル便にはお世話になりまくっています。そして URL を メールで代理店に送って完了です28時ようやく肩の荷が下りましたもう頭も痛くて目もしばしばで呼吸も浅くて苦しいです改めて寝る準備をします 今日も散々な一日でしたが、楽しくもあり、充実感も少しありました。着実にブラック企業に録されて、やりがい削除されています。もう逃れられないところまで来ていますが、これからも小さな楽しみを見つけて働こうと思います。 28時25分。おやすみなさい。本日もご視聴ありがとうございました。